皆さんこんにちは、ケンです。今日はチューブレスレディの爆発、暴発とも言うかもしれません。こちらについて語ろうかなと思います。この動画出すか2年間悩んだんですけど、注意喚起も含めた、気をつけた方がいいこと、運用上の注意っていうのを語ろうかと思います。まずは2年前の動画をご覧ください。はい、これが2年前の映像ですね。チューブレスレディ爆発後になっております。作業ミスがあってチューブレスタイヤがリムから外れたってわけではないと自信持って言えます。よくお話で聞くのが、空気圧をね、例えば3バールに対して3バール入れてたとか、それ以上入れちゃっててバーンと外れるっていう、事案があるんですけども、そういった感じでもないです。でこれは、グラベルとオンロード含め、だいたい30キロ走ったあたりで、15キロぐらいでゆるゆると走ってた時にいきなりバンってなりました。その際にちょっと段差踏んだかなっていう、リム打ちみたいに段差バンってしたかなっていう自覚はちょっとあるんですけども、もう爆発みたいな音ですね。ドーンっていう響き渡るような音で一気に外れて、リムを削りながら停止したっていう形ですね。クリンチャーだったらプシューっていう風な音だったりとか、言うてもパンっていう音もそんなにうるさくないんですけど、チューブレスレディのタイヤがリムから外れる音っていうのは本当もう爆発音みたいな形になってます。おまけにシーラントが飛び散って、ディスクローターだったりとかフレームの裏側、いろんなところがシーラントまみれになってしまうっていう状態です。私走る時に準備を念入りに修理もできるようにっていう風に、結構例えばニップル回し持ってったりとか、いろんなのを持っていくわけなんですけども、その準備が良かったおかげで、この時は対処はできたんですけど、もう激悩でしたね。ロードサービス呼ぼうかと思ってたぐらいでした。もしチューブレスレディが爆発暴発するとこんなことになるので、下手したらリムごと割れたりとか、大きな事故にもつながりかねません。でこれが起きるケースっていうのは非常に稀なんですけど、起きてしまうのが現状ありまして、これ1回きりなんですね。走行中にもう訳も分からずこういう風になってしまうと、私ソロライダーなんで交流は少ないんですけども、その少ない中でも自転車販売員でも、例えばカーブの時にパーンって外れたりとか、そういうことがあるみたいです。今ですね、チューブレスレディが爆発した時の修理の映像映ってたと思うんですけども、これを2年間出さなかったっていうのは、とにかく理由がわからなかったんですよ。インスタグラムではもうすでに発信はしてたんですけど、やっぱり発信する身として間違った情報を発信してしまうのが嫌だなと思ってやらなかったわけなんですけど、この2年間ね、自転車屋さんで働いていろんな方のチューブレス化とか、こういった風になる方っていうのは今みたいに空気入れすぎとかことが分かってて爆発したっていう人がほとんどだったので、人とかで調べるとタイヤとリムの相性だっていう風に大体それで終わるんですよ。で私ももうそれじゃないかなって思ってます。例えばマビックチューブレスですね、だけどシーラント入れるタイプなんですけど、マビックはリム開発してタイヤも開発してるわけですから、相性とかしっかりと考えられてると思うので、ビードもポンプで上がりますし安心感はありました。ちなみにキシリウムプロ UST っていうのを使ってました。他にも、修理とか日頃の仕事でジャイアントを扱う機会多いんですけど、ジャイアントもリムとタイヤが、もうジャイアント製のものを推奨してるわけなんですけど、それもすんなりビードも上がりやすいですしね、外れる気配っていうのはないかなっていう感じなんですけど、何なんでしょうね。チューブレスレディについて何回もやってますが、この2年前のようなことは今まで起きたことありません。今このエクスプローロ、キャノンデールのホログラムっていうカーボンリム使ってるわけなんですけど、これをチューブレス化すんなりできますし、1回もそのビード外れるとかそういった気配もないですね。不思議なんですよね。やっぱ相性ってあるんだなっていうふうに思ってます。
まあ、よく考えるとですけど、タイヤメーカーとリムメーカーって違うじゃないですか。違うこと多くて、でリムメーカーもタイヤメーカーも有名どころの多分チューブレスレディのタイヤとかでリムメーカーを実験したりとか、逆にタイヤメーカーもそのリムメーカーから、リム貸してもらって鉄走行テストしたりとか、してるわけなんですけど、それが稀に例えばそこまで、実験的にしてないとこの2つが合わさると外れたりとか、あとはリムとかにも個体差あります。例えば今回買った海外製のリムっていうのは、まあ、つなぎ目の部分でちょっと触れてましたし、まあ、そういった個体差もあると思います。はい、まあ、そういった隙間から外れたりとか、そういった暴発につながるんじゃないかなっていう風なのが、まあ、この2年間私が考えた結果ですね。あとはそのリムの形状、リムにはバンプっていうこの、まあ、要はビードがはまる部分、チューブレスレディだとあるんですけども、ここの深さだったりとか形状だったり、そのタイヤのビードの形によってはまり具合っていうのは当然違うわけです。その隙間をシーラントが埋めるっていうような仕組みなので、やっぱり相性ってあるんだなと思います。まあ、こういった経験がある人をぜひコメントとかで教えていただけると、で何が原因だったとか教えてくれると非常に嬉しいんですけど、まあ、そこまで性能求めない方だとやっぱりクリンチャーが一番運用しやすいですね。修理もしやすいですし、トラブルも少ないかなっていうふうに思います。じゃあなんでそれでも私がチューブレスレディ使い続けるのって話なんですけど、やっぱり特にグラベルロードなので太いタイヤ履くわけなんですけど、その太いタイヤだと、まあ、やっぱチューブも重いですし摩擦抵抗も大きくなっちゃうので、チューブレスレディっていうのは水道に乗り心地いいです。その穴が開いた時シーラントが埋めてくれて、まあ、パンクに気づかない時もあります。そういった意味で、まあ、低圧で走れて乗り心地が良くてっていうチューブレスレディすごくいいんですけども、相性だけは私もう見るようにしてます。そこのタイヤメーカーどのリム使ったとか、そういったデータは見るようにしてます。はい、ということで今回はチューブレスレディの爆発について語りました。めったに起きないと思いますけども、まあ、それに備えてキッチンペーパーとかニップル回しとかチューブっていうのは私の中では必須だと思います。参考になれば。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。